イト朝やの飲みたくないの。この番組はモアイとマザヤがお酒を飲みながら自由に30分間食べる番組です。なんで半笑いだったのと、あとテンションがおかしいのはちょっとあんま気にしないでください、ね、しまった。まあね、最初から流すか流さないかちょっと迷ってますけども。はい、もう言いますよ。あの、うん、ね、あのスタート収録スタートって言った時に普通にこんばんはって言いました。森進一ですって言うのかなと思ってたらびっくりしましたけども全然。でも、勢いで2本目を撮り始めちゃいましたけどもね、はい、もう前回はもう同じ年代の人しかわかんねえ。本当、永遠ファミコンとスーパーファミコンの話しちゃったからね。そうそうそう。まあ、収録終わった後ちょっとスイートホームの話もしたし、そうだね、あれすげえよなーっつってなんか、うん、あれがもうね、あのバイオハザードのね元になった、滝掛けだから ね、あのおじいちゃんが燃えても溶けちゃうみたいな、あんなのあると思う。あ、またこの話になっちゃう。ダメダメダメ、ファミコンガチャ行きましょうか。じゃあガチャ行っちゃおう。7と8だけ飛ばして、お願いいたします。はい、じゃあ幸せなホワイトデー過ごしましたかということで14で。ああ、そういうことね、そういうことね。14だから、14だから、10、おこれわかんねえかも。ソシャゲあるあるって、俺ソシャゲやんねえからわかんねえ。行ってみる。どうしようこれ。一回回して無理だったら、そうだね、もう一回ガチャ。まあそう、リセマラでキャラが揃ったら引退。うん、俺はわかるけど、15番にしようか。はい。俺一時期ね、あれやって、モンストはやってたんだけど、うん、周りがガチすぎてうざったくなってやめた。うん、ああ。なんでこの時間に配信してんすか、もうイベントの時間っすよみたいなことを言ってきたから、もううるせえってよ。ゆるくやりたいよねゲームは。そう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 、いいんだよ暇つぶしなんだからうるせえなんつって、なんか本当に、ハマるときはハマるよバカっつって、なんかすっげえ音ね。はい、ことでごめんなさい。ちなみに今のあの馬娘のイベントのあれで、あの競馬のね、細江純子さんがあのリアルにあの、うん、実況で出てます。おお、マジで、出てる出てる。最近俺リアルな方の競馬やるようになっちゃったからさ。そうそう、あのでなんかね、ツイッターじゃねえ、インスタのおすすめに馬主の人と馬娘のキャラが出てきた。おすすめに出てくるんだよ。15番、名言ガチャ、一回行ってみようか。うん、やんないとわかんねえな、これは。これどうリアクションすればいいのかちょっとわかんないけど、じゃあ一応読むね、うんうん、神社とはお願いをしに行くところではなくてお礼を言いに行くところだよ。はい。はい。次のにしましょうか。なんだ俺は。なんだよ。じゃあちょっとあの。前半の方の数字を言ってもらえますかね。OK。はい。僕は東海帝王無敗の三冠の娘を目指してるんだ。ということで3でお願いします。おっと、地雷引きましたね、これは。
面白くないガチャ。これはですね、運営からの、 あのトークテーマガチャの運営からの挑戦状、よしやってやろうじゃねえか。面白くない話題などない。当たられた話題について何でも話してみせる。そんなトーク力上級者の方に向けたガチャですということで、やってやろうじゃねえか。ね、面白くない話題と話が広がんねえだろうなって話が詰まってるそうです。じゃあちょっと行ってみましょう。やってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか。じゃあ行きますよ。面白くないガチャスタート。そうですね、はい、お気に入りの花言葉。まず花言葉がわからんから一個も知らん。一個も知らんぞ。どうしよう。そうですね適当。うん、それこあ好きな言葉なの。それ違うな。一個も知らん。花言葉でしょ。うん、花言葉わかんない。花言葉なんだ花言葉。しばしのお別れってなんかあの古畑さんが言ってるのは見たけど何に対してかわかんない。花がわからん。忘れなくさ。違うか。違うな。わかんない。花言葉ね。次へ。よし、ちょっと待って。面白くないガチャ結構怖いこれ。耳掃除の頻度について。耳掃除の頻度、耳掃除の頻度、耳掃除は、うん、でもお風呂上がったら耳閉めるじゃん、うん、耳、うん、その後毎日綿棒でグリグリする。あ、やるんだ。綿棒は毎日やる。でちょっと気になった時にあの、うん、耳かきで料理ってやる。俺週3ぐらい、あの週3サウナに行くのでその時に置いてある綿棒でやるぐらいかな。うん、うん、ああそういうことだ。うん、そう、あの耳垢のさ種類ってさ、なんかパサパサバージョンとねっとりバージョン。あ、ねっとりバージョン。そう、俺もねっとりバージョンね。うん、それはだからサウナに入ったからじゃない。あ、そうなのかな。あのパサパサバージョンになったことがないからわかんないんだけど、うん、たまにさパサパサバージョンの人に出くわしてさ、あの、うん、なぜわかるかというと、あの銭湯でもうマナーも何もなってないじじいがあの、うんうん、前に耳かきを持ってきてて、まあそれは別にいいよ、耳かきやんの、うんうん、耳かきやって、で耳かきやった後の耳かきをふーって。え、いやでお風呂で。いや、脱衣所の、あ、皆さんが着替えて皆さんが歩くところにふっ。うん、ちゃうじゃん。お前の耳かきパウダーを私で踏んじゃうじゃん。踏んじゃうじゃん。もうなんかここだけなんか腐っていかない。大丈夫大丈夫大丈夫って。しかも入る時に踏むならいいよ、うん、流れるから。そう、上がった時に踏んだらもう、そうねえ、そうついちゃうじゃん。その人はだから 何度もやってたから、俺はもう踏んでいる可能性があるから風呂場に戻ったよね。足洗いに足洗いに行ったもん。まずふぅマジでつってじいじいこの野郎つってまず思ったけどさ、マジでもうどうすか。うん、まあ耳かきの頻度なんてこんなもんだよ。なんだなんだ。一分も本格的は本当に、うんうんうん、週に2回1回ぐらい毎日綿棒やるから。綿あの耳かきやんねえ。耳かきってあるじゃん。やんねえ。いや綿棒の裏が耳かきみたいになってるやつを使ってて、うん、ああでそれでやる時もあるけど、うん、ああでもそれでやったら取れねえんだよな。
これなんかね、うん、何これ、ステンレス、金色だよ、うん、ああ、アイミカキあるね、金あの金属のやつ、うん、そうそうそう、うん、竹のやつは持ってるけど、うん、ああ、うん、一般的なやつ、そう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 、耳かきっていろいろ種類あるよね。あの耳をさ、うん、こう書く側さ、うん、焼く側にさ、なんか白いなんかケセランパサランみたいなのついたやつあるじゃん。あれって何の意味があるの？え、なんかほじった後にあのサワサワサワって耳の穴の近辺をわさわさわさってやるためのあれ。あ、残りカスを取るみたいなだと思ってるんだけど違うのかな。うん、その残りカスはその白いワタワタにつくんでしょ。うん、でそのついたカスはどうするの？ふってやんなきゃ取れないの。ほら、ふってやってんじゃん。いや、でもそのジジイはその書く方のやつにたまって、俺も見える、目視できるぐらいの耳焼きをふってファッなんか舞うんだぜ。いや、毒切り？毒切り？ね、グレートムタ？ね、マジで。いや、ムタじゃなかったけど、ムタじゃねえよ。だから、逆にびっくりだけど、ね。いや、武藤さんじゃないけど、あの、本当あのガリッガリのじじいだったけど、いや、本当毒だよ。してやめてくれよっていう、いや、そうじゃなくて、あれはあれでティッシュの上とかでコンコンコンってやったら落ちやすいようになってんじゃない、知らないけど。あっちあんま使ったことないからわかんない、マジで。本当、うん、確かに何のためかなとは思うんだけど、うん、あれ、なん耳、子供の頃は使ってたんだよ、あれ、ふわふわのやつ、ああ、うん、気持ちいいから、うんうん、最後気持ちいいな。まあまあまあ、だから意味はよくわかんないんだよね。物心ついた時、あれこれって、うん、何汚れてくんだけど、何これ、どうすんのこれ、うんうんうん、洗濯あ、でもマジでそうらしいよ、今ちょっと調べたんだけど、お、梵天っていうらしいんだけどね。梵天、うん、細かい耳垢を集めるのに使うって書いてある。やっぱり集めたやつはフッ、うん、てやって飛ばしてんだよ、多分。フッてやってイエーって言うんじゃない、多分。あんな好きや。そうまあグレートムタだ、グレートムタだ。あ、忘れてた、何を？飲み足りナイトなのに乾杯。うん、どうだった？13分経って思い出した。喋、うん、っちゃった、ちょっと。しかも耳かきについて割と喋った。これは運営に勝ったんじゃないですか？勝ったね。いや、そろそろ変えようぜ。違う勝ち逃げしよう。勝ったからもうやめた。やめた。飲みたくないの。勝てたね。どうしようかな。じゃあ3と7、8出て、あと10、なんだっけ、14が出た、うん、それ以外で14、15も出たかな、15も出たね、はい、で16も出た、16出たっけ、あ違う、16出てないわ、16出てないけど、日本名馬ガチャなのでやめた方がいいかと思いますけども。ああ、じゃあ、はい、1番、あ、1番これはね大丈夫だと思います、うん、配信者へ質問ガチャ、あ、はい、大丈夫そうなやつ、大丈夫そうな、やっと来たね、配信動画投稿時に一番困った話、
まあ、だから生配信とか動画投稿して困った話、うんうん、ラグ、まあラグ、うん、まあそうだね、うん、話が全然通じねえよ、うん、そう、なんか、え、昨日まで大丈夫だったじゃんってさ、うん、そんなのもあるしね、あとね、あれだね、うん、あの、しつこいコメントね、あー、うん、なるほど、あの、なんか、読むまで何回も書く人がいらっしゃって、おーおーおー、うん、俺、結構喋ると長いじゃん、うん、で、その喋ってオチまでちゃんと言いたいのにすっげえ何回も同じコメント連投する人がいて何だろうと思ってさまあそいつが原因で俺ツイキャスやめたんだけどねマジで個人でやるのねマジでもうしつっこいからもうマジでなるほどね、そういう、あ、そう、そういう方がいいのか、そういう方向性でいくと、うん、なんだろう、一方的に絡んでくる人、むむむむむむむやめようか、誰かな、いっぱい名前が出てくるんだけどねこれはやばいか、これやばいか、これやばいか、配信系はやばいかな、どうしようかな、あ、うんと、まあ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 、でもね、あの動画投稿してもさ、ほらなんか、はい、いや、モノマネだっつってのに、いや、あの、うん、なんか全然違うみたいな、なんかさ、あの、そうだね、そう、だから動画たまに使うけど、やっぱりほら著作権があるから、俺著作権でぼかしたりしたらね、うん、言われたり、画質悪いって感じ、いや、そうだっつの、わざとしてんの、わざとしてんだって、うん、いや、だからもうそれからはもうちゃんとそういうの使うときはあの説明欄に書くようにしたもんね、マジで。むずいかな、そってやな、お前他のコメント見ろよバカっつってね、なんかね、ほんとに、あふれこって気づきませんでしたって言ってくれてる人もいるんだよ、まあそれはありがとうございます、すいませんありがとうございます、すいません、ありがとうございます、もうあれ以外の動画もいっぱい見てねって思いますけどね、あの先日投稿した俺のマツコデラックスの動画にあのバットが4個ついてた、うん、いいねさんでバット4、うん、バット、うん、お前さんのマツコバットをつける神経が分かるまあマツコ会議の予告だけ見て一瞬で撮ってすぐ投稿しちゃうもんだから、確かにいつもよりは似てないって思いましたけどもね、いや、でも、でもお前さんのマツコを割ってつける心理が分からん、まあだって俺のこと全然知らない人じゃん、だってそんな分かんないけど、だって、うん、まあまあいいんすよ、いいんすよ、うん、全然全然いいっす、全然気にしてないっす、前さ、前さ、はい、俺たちがだんだん病んでいくから次行こうぜ、次行こう、次行こう、これダメだ、これダメだこれはもう決まってると思うな、配信時、まあ生配信かなの必須の持ち物、うん、いや酒、やばい、真面目に考えちゃった、ね、まあまあイヤホンはいいわ、いるよ、イヤホンいるよね絶対ね、イヤホン、うん、酒、うん、イヤホン、酒、メモ帳、メモ帳俺用意してない、本当に俺、うん、マンさんってやるときは常にあるよ、え、マジでそうなの、うん、なんか面白い話とかバーって出たらちょっとメモっとこう、うん、あら、あら、なんかすいませんいや、いいですね、うん、まあまあ、忘れないようにしよっとっつって俺急にメモ始める時あるけどね、マイさんの場合はあの、うん、ボイスメモでメモするよ、そう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 、忘れちゃうからさ、で書いて酔っ払って書くと俺何書いてあるか全然わかんないっていうで打ち込むのも遅いから、だからもうもうボイスメモでね、明日、もう一回撮るみたいな感じで、こんなで俺次の日とこれ何のことみたいな、それを忘れてんだよこれなんだっけって聞いたりするもんね、
まあだからスマホ、スマホ、ね、うん、スマホとボイスメモ、うん、それです。忘れちゃうから忘れちゃうから。だからイヤホン、スマホ、メモ帳、酒、うん、酒、うん、まああと水かな俺はね。うん、完璧に酔っちゃうから、あ、危ねえから。そうです。で、布団を敷けるぐらいの余力、うん、多分それだね。そう、それが一番心配。そう、腰がなっちゃうからね、またね、うん、あの酒飲み配信者限定だよねこれね、配信者必須のうちもだろうね。そうだね、記憶なくさない程度の強い意志、うん、これはまあいつも持ってないです、はい。次行きましょう。そんなものは必要ない。そのいらねえやろな、もう次行くんだ、こんなもん。顔出し配信についてどう思いますか、自分はやってみたいと思いますか。僕はやってみたいと思いません。俺は一時期やってたけど、うん、めんどくさいからもうやらない。多分、うん、一時期本当は30前後かな、うん、だから結構前よ、うん、うん、まあ、ツイキャスだけどさ、もう相手名前だったけど、うん、まあまだあの時ちょっと痩せてたからそうね、まあ事故る前だったからまだ髪もねふさふさあったからさね、うん、そうまあ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 、あで困ったら犬出しときゃいいやつみたいな感じもう酔っ払ってで見えてるから何かやんなきゃいけないと思って、はい、何回かキーボードを破壊したことがあるのね。は、うん、こんなもんいらねえんだーっつって、キーボード、そっちのキーボードじゃないよ、そのパソコンの、パソコンの、パソコンの、あ、パソコンのね、楽器かと思う、パソコン、まあまあパソコンクレイジーだ。いやいや、でもパソコンのキーボードもなかなかクレイジーだよ。これもいらないんだバーンっつって、いやでもそれもあんま記憶ないそれ。その当時あれだもん、あの4リットルのあの強月を飲みながらやってて、でなんか俺笑わしたらこのコップについたの一気に飲むみたいな感じのことやってて、俺よく生きてたなって思うよね。バカだね。そう、まあそれはそれでまあ楽しいは楽しいんだけど、しんどいねやっぱね、しんどいからもうやんなくなっちゃう、一切やんなくなってまして、うん、顔は出さないね、出さないね、そう、まあだから無理だなっつって、違うか、やめよう、これこの話はやめよう。これはダメダメ、いや、顔は、オフ、ここ放送できるかな。どうしようね。どうしようかな、まああの、しばらくお待ちくださいになってるかもしれませんけど、まあ2人ともやらないってことでね。はい、ただあの、はい、やってる人に対して、うん、なんかなんていうの、うわーとか思ったりもしない、別に。あ、もう、いや、すげえなと思うね。逆に、うん。うん。いや、顔出しただ、うんうん、ただ、うん、明らかに、うん、かっこつけつけて、モテようと思いながらやってるやつは見りゃわかるじゃない。うん。そのやつは、うわって思うよ。うん、後ろがさ、土壁で、で、うん、うん、で、まあそれは別にいいんだけど、いいんだけど、頑張って、うん、ホストみたいな服着て、で、顔めちゃくちゃ塗ったくって、うんで、みんな、身もツンツンにして、そう、みんないらっしゃい、愛してるよ、みたいなのは気持ち悪いと思うけど、いるけどね、本当そういう人いるから、あの、誰って言ってるわけじゃないよ、誰って言ってるわけじゃないよ。だけど、それはちょっと気持ち悪いなと思うけど、うん、まあでも、そういうの込みで多分面白いと思ってみんな見てるんだろうけどね。だから別に、あの、否定は一切しませんよ。否定はしないですよ。しない。あと、〇〇地声にですで名乗っておきながら、まあよくその画面出せたなってやつは何人か見たことあるけど。
そう、やめてろ。もうやめとけよ。自分だけは絶対許さないもん。あ、やめよ。つって、ここはバキューンで済ませます。すいません。俺の仕事が増えるんだっての、本当自分で。ね、次行きます。はい。これも一瞬じゃないかな。配信で食べていこうと思いますかっていうね。ああ、いえ。無理だね。ただこの飲み足りないとか収益化できたら嬉しいなとは思うけど、ちょっとお金もらえたら嬉しいなぐらいだね。食っていこうとまでは、だってそうなるとまだ気使わないといけないからね、いろんなとこにね。大変よ、ヒカキンさんなんか大変よ、ほんと。もう言ってたもん、ヒカキンさんが。だってメールとか LINE なんてもう絶対漏れるからって。漏れる漏れる、もうね、だもう全員からね、銃を突きつけられてると思わなきゃダメっつってなんか言ってた。怖い。まあ年間月収1億とかでしょ、多分あの人。ね、1000万再生とかすぐ行くのが、もう1000、登録者1000万人だよ。だってすごいよな。もう このチャンネルやっと217人です今。ありがとうございますね。いやでも最近でも増えてるよ、なんか急に、まあこのチャンネルにしては結構増えてるんですよ、本当に。何があったんだろう、どうしたんだろう。ビッグウェーブが来てんだよ、きっと。ビッグ、もうちょいビッグなのか。もうちょい。もう一波来い。もう一波に。そう、あの、せめて1000人行きたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ただ、あの、必要以上に気は使わないつもりなので、そこのところよろしくって感じでございます。僕らは僕らで、マイペースでやっていくんで。あの、楽しくなくなったらやめると決めてますのでね。まあ、別企画になると思うけどね。そうだね、この関係性は崩れることはないだろうね、どっちかが黙らない関係は。まあ、ないでしょう。ないと思うよ、俺も。まあ、だからこの企画限界だなと思ったら、もう別のやつ考えようって言ってもらう。そう、だからファーストモノマネ急に終わったんですよ。相席もいつまで使うか分かりませんよ。あと2、3回かなつって違うか。いや、わかんない。でも、撮り始めたら結構やれるからね、まだね、あれは。最終回は、馬相席かな。そうかな。まだ出してないのあったかな、なんか。あったら出しとこう。俺、まだ加藤さんで行ってないんだよね。あ、加藤さん、ね、加藤さんで1回。行ってほしいね。1回。なるほど。じゃあ、俺どうしようかな。俺、じゃあ、さ、全然喋れない高田純次でずっとやるっていう。純散歩になっちゃうけど。さ、いいんじゃない？でも、純散歩みたいにはできないのよ。だって参考にしてるのは原口あきまさだもの。そうだね。そうなのよ。そうなんだ。ずっと笑ってるだけなんだよ、俺。まあ、でも、ちょっと。お前さ、ある。やってない人いる？愛席で。いないだぜ、そういう。ところさんぐらいかな。バズライトイヤーで行く？じゃあそれだったらいけるかもしれない。それだったらいけるかもしれない。まあところジョージのキャラで行くという。キャラ。アルフで行くとかね。それだったら。ああ、アルフがいい。ダイルマックのみたいな感じでさ、みんなでさ。いや急な褒めに弱い。急な褒めに弱いんや、わしは弱いんや。いや、じゃあ次は所ジョージさんで行こうと思います。いけるかなこれ。あ、というわけで30秒前でございます。はい。いやこれガチャ楽しいね。楽しいね。いくらでもいけそうな感じがするまして。まあね、多分来週は相席食堂だと思いますので、よかったら、毎週火曜日20時に何かしら出てきますので、よろしくお願いいたします。というわけでお送りしたのはモアイと
マサヤでした。またあんま飲めなかった。いっぱい喋っちゃって。よし、オッケーです、オッケーです、オッケーです。